伊藤純也代表離脱、田島会長はスポンサーを優先。日本代表 MF の伊藤純也が女性の同意なく性行為に及んだとして刑事告訴されたことが発覚し、アジアカップを離脱した。 JFA の田島幸三会長は2日、離脱の理由をサッカーに集中できる環境を作る必要があると説明した。伊藤は1日に離脱が発表されたが、その後に残留を希望する声が選手たちから上がったという。田島会長は昨夜に伊藤と話し、自分はやりたいという気持ちを聞いたという。しかし、スポンサーや企業への配慮や伊藤のコンディションなどを考慮し、再び離脱を決めたという。伊藤は加害行為を否定し、虚偽告訴の疑いで大阪府警に告訴状を提出している。所属クラブのスタッド、ランスは伊藤の人間的資質を信頼し、選手との連帯を示す声明を発表した。これに対しネットでは、田島会長を非難する声が上がっている。カプラニュース。